三畳紀、三畳紀、三畳紀は、現在から約二億五千百万年前に始まり、約一億九千九百六十万年前まで続く、地質時代である。鳥屋敷と訳すこともある。三畳紀の名は、南ドイツで発見された、この木の地層において、赤色の砂岩、白色の石灰岩、茶色の砂岩と堆積条件の異なる山層が、頂上していたことに由来する。 中世代の最初の木であり、ペルム期、二条期の次、ジュラ期の前にあたる。開始及び終了の時期は、研究者やその学説によって、いずれも互いに一千万年前後の年代差が見られる。三条期の名称は冒頭に掲げた通り、二条期、ペルム期の上層に、上位より、の三層が上していることにより、ドイツの地質学者、フリードリ・ヒフォン・アルベルティ、 1834年に命名したことに由来する。しかし、実際には、ドイツ周辺の海清掃は三畳期中期に属する年代のものに限られるため、三条期全体を通しての平年には、アルプス山無薬、ヒマラヤ山無薬、及び北アメリカ大陸北部における海生動物の化石に富む地層も併用され、これらを標準として国際的な時期区分が設定されている。 以下、一般的な3期6階の国際的時期区分を示す。なお、括弧内には、ドイツ周辺の地層との関係を示している。ヨーロッパにおいて、ウンテルは、浅い幼稚に堆積した、色鮮やかな堆積物を含有する系列。ムシエル・カルクは、海類化石を伴う石灰岩系列で、コイパーは、厳しい乾燥を示す岩塩と石膏の層を伴う。 大陸の堆積物の系列として知られてきたが、今日では、第四の系列として、レーティクが含まれ、三条期最新の地層に位置づけられている。古生代最後のペルム期と中生代最初の三条期の境目 PT 境界には、世界的な解体があり、地球史上最大の大量絶滅があったとされる、ペルム期末の大量絶滅。 地球内部からのスーパープルームによる火山活動、シベリア大地元部岩の形成などにより、地球上の生物種の90%ないし95%が絶滅したとも言われている。また、古生代末には、現在の南半球に相当するゴンドワナ地域に広い範囲に氷河が広がっていたことが、氷西歴層、ティライトや氷河昨今、氷港年度などの多くの痕跡によって、 確認されている。採用虫や、崩壊石産後、防水虫類などは絶滅し、それまで繁栄していた、タイユミ類などが種や属のレベルでは、ほとんどが絶滅して、大きく衰退した。軟体動物では、様々な二枚貝が死滅し、ゴニアタイトが絶滅するなど、アンモナイト類を含む巻貝も、大きな打撃を受け、ワンソク類もまた、スピリファを除く全てが滅んだ。 極秘動物においても同様の傾向が見られ、海生生物の多様性は著しく損なわれた。古生代末、ほとんど全ての大陸が合体し、山上期には北極から南極に至るパンゲア大陸と呼ばれる超大陸が形成された。また、山地を崩して内陸部に広大な平野を作る陸地の平原化現象が追いに進行した。内陸部の平野には、 乾燥気候の影響で砂漠化の進行が著しく赤色の砂が堆積していった。砂漠の所々にはオアシスが点在した。パンゲア大陸の周囲にはパンサラッサと称される一つながりの巨大な海洋と大陸の東側にはテチス海と呼ばれる湾状の海が広がり一部はサンゴ礁となっていた。古生代周期に寒冷化した気候も三条期を通じて 気温は徐々に上昇していったものと推定される。ペルム期に30%ほどあった、酸素濃度も10%程度まで低下し、ジュラ期頃までの約1億年間、低酸素状態が続いた。三畳期は広大なオーテキス地紅舎の発展が見られた時期と考えられている。この地紅舎から2億もの年月を経た後、アルプスヒマラや作り山ま隊など新規作り山ま隊と、 称される若い山脈が形成されてくものと見られている。ペルム期末の大量絶滅の後、空席になった日地、生態的地位を埋めるように、海生生物では、古生代型の海生動物に代わって、新しい分類群が次々に出現した。六クッパナサンゴや様々な翼系二枚以外などが発展するようになり、アンモナイトは中生代まで生き残った。 数種をもとにセラタイト型が爆発的に増えた。また、類縁するベレムナイトが著しく多数にわたって現れた。極秘動物のうち、ウニ類は、古生代においては、まだ十分な発達を遂げなかったが、中生代には急激に進化し始め、多くの種を生じた。このような新しい種の出現によって、三畳気候期には一旦損なわれた生物多様性を、 再び回復した。三畳期の海清掃の四巡化石として、重要なものとしては、セラタイト型アンモナイト、翼形二枚貝ダオネラ、ハロビア、モノティス等のほか原生動物の放産虫カエビ、エステリア、ウミユリ、極秘動物の一種エンクリヌスリリーフォルミスがあり、史上の美化石このドンとは、生物学上の位置づけが未解決の部分もあるが、相違学的には、 極めて重要である。なお、ダオネラは、現在のホタテ貝に禁煙する全滅種であり、ダオネラ結眼は体積学的検知からも重視される。これに対し陸上の動植物は、ペルム期中に大変革を終えており、PT 協会においては、海生生物におけるほどの劇的な変化を伴っていない。ペルム期において、すでに主流類などをはじめとする爬虫類が、 水中のみならず陸上生活に適したものが増加し、三畳期には体育の大きなものも出現して繁栄した。主流類,類の中から三畳期中期にはエオラプトルやヘレラサウルスなどの恐竜や翼竜、ワニが出現、また、主流類,類に近い系統からカメ類が現れた。爬虫類はまた、肺呼吸を完全にし、種類によっては皮膚を鱗や硬い甲羅で覆うことによって乾燥した。 陸地への生活に適応していった。この時代の恐竜、初期恐竜は、陸生脊椎動物の中にあって特に大型であったわけではなく、初期恐竜と並存していた恐竜以外の爬虫類の中に、それよりもはるかに大きく、個体数の多い種もあったと推定される。中でもこの時代にワニ類を排出したクルロダルシ類は繁栄の絶頂にあり、 陸上生態系において支配的地位を占めていた。三畳期の恐竜化石は特に南アメリカ大陸で多数検出されており、北米、アフリカ、ヨーロッパなどでも確認されている。湿地帯などに残された、爬虫類の足跡化石が多く発見されるようになるの三畳期に入ってからであり、これにより、肉食種が植物食種を捕食するシステムが成立していたことが推測される。カメは 原尊種には、葉のある種はないものの、オドントケギスや、プロガノケギスなど、初期の亀には顎に葉があったことが確認されている。また、獅子は、現在のゾウ亀に類似しており、陸上生活者であると考えられている。三畳期のワニ類も、また陸上生活者であり、全長は1メートルに及ばなかった。最初の哺乳類が現れたのも三畳期であった。哺乳類は、 中世代を通じて小型であり、大きくても、猫か小型犬ほどの大きさであり、多くの種は、ドブネズミかハツカネズミの大きさほどしかなかった。三畳期には、従前は、陸上でしか見られなかった、爬虫類であったが、三畳期に入って、その一部が海に進出した。イクチオサウルスなどの魚流や、泳ぐのに特化した、ヒレ状の足を持つプラコドンなどヒレ類、タラットサウルス類、 バンバメなどがそれである。魚類のうち、サメの仲間はペルム期末の大量絶滅によって打撃を受け、その繁殖は限定的であったが、甲骨魚類は海中において顕著に繁殖した。両生類は中期に体長5メートルを超すと推定されるマストドンサウルスがあり、これは史上最大級の両生類の一つと考えられている。両生類には、 分子イメのアファネランマに代表されるトレマトサウルス類のように海水に適応した種さえあったが、三畳紀を通じてその多くは衰退していった。陸上の植物では、シダ植物やラシ植物が著しく分布域を広げ、ボルチアやアメリカ合衆国アリゾナ州におけるアラウカリオキシロンの経過森林に見られるように待つや、次の塩素となる新葉樹が原タ。 出植物でありながら独立した生種を作る、胃腸類や、ソテツ類、ベネティティス類も多かった。湿地帯には、現在のシダ植物の日陰のかずらかの類縁種である、古代林木が豊富に乗り、シダや徳さも密に分布した。また、古生代後期から引き続き、ゴンドアナ植物群とアンガラ植物群とが植生を競い合っていた。三畳期の終わりに、 再びやや小規模な大量絶滅があった。海洋では、アンモナイトの多くの種が姿を消し、魚流などの海洋性爬虫類も打撃を受けた。陸上では、木のどん類、力のどん類の大半の種といった、大量の単ユミ類、哺乳類系爬虫類が絶滅した。三畳期の終末を生き延びた恐竜など、陸生脊椎動物は、繁殖様式、卵など、や、 生活様式から乾燥に特に強いタイプのものと考えられる。また、爬虫類も単ユ類同様に大型動物を中心に多くの種が絶滅した。まだ比較的小型だった恐竜は、三畳期末期には、竜脚類のような大型種も出現し、その後急速に発展していく。絶滅の原因としては、直径3.3から 7.8km 程度の隕石の落下あるいは、 中央大西洋マグマ分布域、セントラルティランティックマグマティックプロビンスにおける火山活動との関連が指摘されている。三畳紀の地層を三畳系という、三畳紀には大規模な海深はなかったと見られており、そのため、安定陸海においては、陸清掃や大地元部岸が卓越し、海清掃の分布は、ほとんど見られない。一方、テチス海域だった地域及び、 太陽周囲の変動体内市準安定地域だった地域にはしばしば珊瑚礁由来の石灰岩や層状チャートを含んだ三状系海生層も見られる。日本の三状系は古くは分布範囲は極めて強小であると見なされてきたが、一時期古生代に属すと考えられてきた外体太平洋側のチャート層や石炭岩からこのドンと化石が見つかり、 これによって三畳期の地死が大きく解明された。すなわち、従来古生代後期の地層とされてきた海洋性の石灰岩やチャート、また海底火山岩のうちのかなりの部分が三条期に形成された地層でるとみなされるようになった。一方、内帯、日本海側及び外帯一部には三畳期にすでに付加された古生代の地層と三畳期前後に形成された。 河口岩及び広域変成岩が分布して、これらを基盤として山上気候期における陸方性、近海性の厚い堆積物が比較的小範囲に点在する。その多くは炭素を含み、酸質化石はシベリア方面の種との共通性を示している。北上山地南部の太平洋沿岸にある 宮城県南三陸町皿海集落には山上傾向器のリアン海の海化石産地があり、集落名をとって皿海動物群あるいは皿海化石群と称される。ここではモノティスと称される翼系2枚以外の検出が特徴的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。